フランソワ・デュバルは、ベルギー人のラリードライバー。2001年、ラリーフィンランドにてデュバルは4つのイベントで勝利し、1999年のベルギーシトロエン・サクソチャレンジのチャンピオンになった。そこから彼は、世界レベルのラリードライバーとしてのキャリアをスタートした。2001年は、世界ラリー選手権の開カテゴリーであるスーパー1600クラスに、ホードプーまで参戦した。 この年シトロエン作素に乗りタイトルを勝ち取ったのは、後にシトロエンでチームメイトになるセバスチャン・ローブである。2002年にはフォードのワークスチームのレギュラードライバーに採用され、フォードフォーカスをドライブした。また同時にジュニアシリーズにも継続して参戦し、ラリー・モンテカルロでクラス優勝を果たした。2003年シーズンにはコリン・マクレイとカルロス・サインツの遺跡号を若き エストニア人、マルコ・マルティンと共にマニュファクチャラーズタイトル争いに貢献した。このシーズンは、モンテカルロで初めてポイントを獲得し、ターマックイベントのツールドコルスでは初めて、ポディウムに登った。その後も2004年まで、事実上のファーストドライバーであったマルティンの援護に回り、2004年のラリーメキシコでは、ワンツーフィニッシュを達成している。しかし、 フォードの継続参戦が不確実になってしまったため、デュバルとマーティンはこのシーズンいっぱいで放出されることとなった。2005年キプロスラリーにて2005年は前年、マニファクチャラーズタイトルを獲得したシトロエンに移籍し、世界王者セバスチャンローブのチームメイトとして、クサラ WRC で戦った。しかし校長のローブに対し、デュバルは度重なるリタイアを喫しており、トルコと、 アクロポリスではレギュラーから外されることとなった。そして皮肉にもチームが代役として起用したのは、デュバルのシトロエン入りと入れ替わりに引退していた二度の世界王者、カルロス・サインツだった。しかし、デュバルは復調し、ラリード・イチュラントにおいて、順風満帆のローブに優勝こそ阻まれたものの2位を獲得。続く、ラリーギガバイトでも、素晴らしい走りで2位に入った。 そして同年のラリーオーストラリアでは、ハリロ・バンペラとマンフレッド・ストールを抑え、ついに WRC での初優勝を手にした。2007年、ラリードイツランドにて2006年シーズンの計画は、はっきりしない状態が続いていた。シトロエンは1年間参戦を休止するが、この時点で2度のタイトルを獲得していたローブは2006年シーズンは、プライベーターのクロノスから参戦すると同時に、 シトル NC4WRC の開発にも加わることになっていた。しかしデューバルはどちらの計画にも関わることはできなかった。結局2006年はシュコダ・ファビア WRC でプライベーターとしていくつかのラリーに出走した。ローカルラリーの一つであるラリー・コンドロスで勝利した。一方 WRC ではラリー・カタルーニャでは6位入賞を果たし、 その他のイタリアとトルコでもトップ10に入るに留まった。資金難によって、ファビアでの2007年計画は中止せざるを得なく、なったが、シーズン後半には、プライベーターのクサラ WRC のステアリングを握ることになった。ラリードイチュランドでは、新型の C4WRC を狩るローブに、キンサノニーでフィニッシュし、初優勝以来初めて表彰台に上った。2008年、 ラリードイチュランドにて2008年開幕戦となるラリーモンテカルロではストバート VKM スポーツフォードチームからフォーカス RSWRC07 で出場しスバルのクリス・アトキンソンと激しく争ったが1.1秒差で3位を譲ったモンテカルロと同じクターマックイベントである2008ラリードイチュランドにも出場しフォードワークスチームのミッコ・ヒルボネンを破り3位入賞 同ラリーで、ジジガリが負傷した後、ガリの代わりとして、残りのグラベルイベントにも出場することとなった。この後のターマックイベントでは、ヤリーコールマティラトバラに代わって、BP ホードチームのセカンドドライバーに抜擢された。ラリーニュージーランドにおいては5位にいながらも、最後から2番目の SS で、クラッシュ、リタイアした。しかし、この後もターマックにおいての高い実力を発揮し続け、 ラリー・カタルーニャ、ツール・ド・コルスでそれぞれ4位、3位を獲得した。ラリー・ジャパンでは SS5 を終えた時点で2位につけていたが、その直後の SS6 でコースアウトし、彼のマシンはコンクリート柱に激しく衝突した。このクラッシュで小ドライバーを務めていたパトリック・ピバトが骨盤と大腿骨を骨折する重傷を負った。この出来事で、 最終戦は、リディエオリオールの小ドライバーでもあったデニスジローデが代役を務めた。そして2010年は、約2年ぶりに、ストバート M スポーツフォードチームから、ラリードイッチュランドに出場した。総合5位にいながら、SS14 で、クラッシュ、リタイアとなった。以降の WRC への参戦はなく、欧州ラリークロス選手権に出場。2009年から2015年まで、 地元、ベルギーにスポット参戦し、2010年には優勝を手にした。世界ラリークロス選手権にも出場しており、この時の最高位は2016年開催のベルギーで総合5位だった。ありがとうございます。